心がもうテレレレですよ。はい、どうもこんにちは、岩下スティーブンです。いや、すごそうなもの、いや確実にすごいものが届きましたよ。あのホットトイズさんから送られてきたこのでっけえ荷物、よっと、あ、なんか書類関係、あんまり見せらんない資料的なもんで、うわ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 、資料の向こうには、はい、こちらです。よ、あれ意外と箱が小さい。なんだろう、これ別なのかな。サンドライバー型のライトボックス、フィギュアではない。この2つが入っているけど、ちゃんとね、大丈夫でした。ちゃんとフィギュアの方も入っています。よいしょっと、うわー、こりゃすごそうだぞ。ブラックさんとこちらが入っと、シャドウムーン2つ届いた。ほいっと、うわー、ここがかっけえな、おい。というわけで、今回はフィギュアメーカーのホットトイズさんからサンプルを送ってもらいました。仮面ライダーブラックさんとシャドウムーンの紹介です。サンプルではあるんだけど、みんなの元に届く商品とは特に変わりがないらしいんで、みんなの購入の参考になるといいね。いやー、ホットトイズさんとズブズブの関係になりたいっていう気持ちは抑えて、あくまでいつも通り正直に紹介します。さらにまだなんか入っていて、うわ、すげえな、なんだこれ。あー、トイサピエンスさんの袋、ホットトイズの商品が売ってる公式ショップ、そんな袋の中にたくさん詰まってるんですけど、よいしょっと、あー、アクリルスタンドがめちゃくちゃ入ってる。この辺もまた後で見てみよう。おっと、まだなんか入っていたぞ。これは、あ、これもなんだ、ライトボックスだ。ライトボックス、読んで字のごとく光る箱。仮面ライダーブラックさんのこのタイトルロゴの多分あの日色のところが光るのかな。発光ギミックがついてるっていう箱。これまだわかんないけど、フィギュアと一緒に飾ったらすごくいい感じになりそう。細かいこと置いといて、まず現物から見てみようか。箱の方は外側がこうスーッとスリーブになっていて、うわ、あ、もう本体が見える。透明の窓が開いていて、ブラックさんが入ってるんだけど、反射でまだよく見えないね。で、上のところしっかりテープもついている。ブラックさん、スーッと、すげえな。やっぱでっかいね、ホットトイズ。ホットトイズはあくまでメーカーの名前で、ブランドはこれ何なんだろうな。テレビマスターピース、ムービーじゃなくてテレビなんだ。テレビマスターピースの仮面ライダーブラックさんの6分の1スケールのフィギュア。よいしょっと、うわー、すっごい。これちょっと拝みたくなるね。宝だぜ。はいはいはい、これがテレビマスターピースの仮面ライダーブラックさん。まあまあビニールにくるまれていて、まだよくわかんないね。ビニールをすべて剥がすと、へえ、おい、ほん、うわ、すげえ。このサイズですよ。もう頭の中にあの BGM が浮かんでくる。心がもうテレレレですよ。もうこっちも開けちゃおうか。よっ、ほい、シャドウムーン。すーっ。ほい、よっ。こっちもビニールを外すと、うわ、うわ、わららららら。はあ、すいません。僕ばっかり楽しんじゃってね。こちらが改めて仮面ライダーシャドウムーンです。6分の1スケールでこの並び最高だね。それじゃあまずはブラックさんから見ていきましょう。でっかめのブリスターに入ってるフィギュア本体と付属品。あと下のところに説明書。書いてあるのはライトアップ機能。そう、これがあるんだよな、ホットトイズ。副眼だったりベルトがフラッシュ。ボタン電池入れずにはベルト止めの後ろのところが USB、Type C の USB が刺さるようになっていて、給電なのか充電なのか。あとベルトの方はすげえな、これ変形するんだ。あ、なんか開く用と開かない用があんのかな。あとはバッタの足が外れるけど、肩幅はこれ外れないんだ。あとはもう頭部可動とか、裏側行って、あ、もう別に全部の可動箇所が書いてるってわけではないんだ。武器の持たす方に、これがなんだ、特殊発光ギミック。体のラインはブラックライトを当てると光るんだ。で、あとはちょっと気になっていたけど、これ入ってんだね。キングストーンが入ってる。まあ、これも後で見てみよう。で、いろんなところが尖っていたり、角のところが破損注意。じゃあ、あとは付属品。まずは手首パーツ。手首は全部で2、4、6の8種類。ギリギリギリと握った握り拳に。指差しと、指をちょっと曲げたパーの手。この辺があれかな、武器の持ち手かな。持ち手っぽいのだったり、小指と薬指が曲がってる状態。そしてパーの手。お次、これが変身ベルトのサンドライバー。造形塗装細かいし、クリアパーツも使われてる。こっちが、よいしょ、あ、開く方ね。上のパーツは横にスライド、下のカバーはパカッと展開して、真ん中のシルバーのところは、すごいな、これは。4分割されてる一本一本が、しっかり稼働して、ベルトを展開した状態にできます。最初からこう開いた状態が差し替えとして入ってくるんじゃなくて、しっかり各部が稼働した上でこの状態に変形するっていうのがすごいね。で、これが武器というか、もともと自分の体の一部、胴体の足をひっぺがした正規用ブラックブレード。
これもなかなかサイズでっかいぞ。持ってみるとちょっとしたペーパーナイフぐらいの大きさ。表面がちょっとヌメッとしていて、隙間のところに赤い墨入れ。グリップが2種類ついていて、こっちがトゲが少ない持たせるよう、グリップは取り外しで交換することができます。こっちはまんべんなくトゲが入ってる持たせるようじゃないやつ。続いてこれがキングストーンなんだけど、これに関しては1分の1じゃねえか。赤いクリアパーツで中に多分磁石が仕込んである。多分これシャドウムーンの方にもキングストーンが入っていて、それとガッチリ合うんじゃないかな。素材的には結構なんか柔らかいというか、ソフビっぽいね。カチカチのプラスチックじゃなくて、押すとへこむくらい柔らかい。で、あと細々としたもんで、これがまあ多分関節の替えパーツ、壊れちゃった時用の予備かな。で、フィギュアの足元の方にはこれ台座。いいね。仮面ライダーブラックサンとタイトルロゴ入りの台座。メタリックな台座とクリップっぽいアームと支柱。台座は、これは多分フィルムが貼られてるね。あーなんか濁ってるなって思ったけど、フィルムを剥がせばちゃんと、よいしょっと、綺麗なツヤツヤの台座。下のところには仮面ライダーブラックサン。いいね。ネームプレートが入ってる。台座の上のところに支柱を刺してぐるぐると接続。支柱の先端を外して、クリップのアームを差し込めば、専用台座の完成。クリップ部分は縦方向に移動ができて、ぐわっと開いて挟む。内側には安心安全なスポンジがついている。アームの方はぐにゃっと曲げることもできます。というわけで内容物は以上なんで、こちら仮面ライダーブラックサン本体を詳しく見ていきましょう。さあ、改めてこちらホットトイズ、そう、そもそも初めてだからね。ホットトイズから仮面ライダーのフィギュアが出るなんてね、この圧倒的本物感よ。なんでこんなリアルなのかっていうと、関節が見えないんですよね。わかりやすいところで言ったら、肘とか腰とか、あと膝の裏とか。可動フィギュアなんだけど、可動する部分が見えない。実際の撮影で使われているようなスーツみたいな感じで、関節の上にスーツがかぶさってるんですね。それゆえのこのリアリティ。見えないだけで関節はしっかり向こう側にあって可動はしますからね。だからちゃんといろんなポーズを取ることもできます。それじゃあ各部詳しく、まずは頭部。表面のところがザラザラの脂肪加工になっていて、副眼がクリアパーツで若干青い感じ。目の周りにはメタリックなオレンジのライン。シルバーのクラッシャーで赤茶色のウェザリングっぽいのが入っている。頭からシルバーの触覚。ここのところはもう特に軟質とかではないから取り扱い注意。横から見ると蛇腹状に折り重なったなんか空っぽいもの。後頭部へのつながり方がいいな。で、真後ろから見るとちょっとトゲトゲがついてる。そんな頭部の可動、ちょっと動かすの怖いんだよね。見た目がリアルっていう利点はあるんだけど、どこまで動かせるもんか若干おっかなびっくりなところある。上方向にはグッと、おお、いいね。動かした時にスーツ部分が若干ギチギチ言う。下方向にもグッと稼働します。あとは首の付け根のところも稼働してるから、こう傾けたりなんかもできます。で、回転がグリッと、あーちょっと怖いかも。そうだ、説明書にもあんまり回しすぎないようにって書いてあるんだ。さらに頭部は顔面部分が、よし、おお、外れて各3箇所の小さい磁石でくっついています。外した向こうの方には赤いライトと電源のオンオフ。特に給電していないから電源つけても光らない。磁石接続は手軽でいいね。磁力なんかもそこそこ強そうだし。お次は黒いボディ。肩だったり腕にちょっとオレンジが入ってるくらいでもひたすらブラック。体には左右それぞれ2本のバッター足がついていて、その下に胸筋だったり腹筋のような装甲。肩周りも見事に関節が見えないね。アーマーの下のところはなんとなくゴム製っぽい感じ。ゴムに近いような生地で覆われています。ちなみに説明書の方には肩アーマーの取り外しはできないって書いてあったんだけど、書いてあったからにあんまりやんない方がいいんだろうけど、これを知っておくだけでだいぶ安心感も違うと思うから、あえて説明書に逆らうと、肩アーマーは、よいしょ、割と簡単に取れます。しかもマジックテープ。マジックテープで付いてるから戻すのも簡単。ポンと付けただけでもうくっついてる。慎重に扱うに越したことはないけど、一応アーマー外れなくはない。というか、なんだったら二の腕についてるこれとか、おけつ部分に至るまで、アーマーに関しては大体のところがマジックテープで接続されてますね。さらにボディのバッター足の方も、よいしょ、ちょっと失礼、痛いけど、よいしょ。磁石接続になってるから外しやすいし、特に接続の穴もない。外観保ちながらしっかりくっついてるっていうのがいいね。逆側もえいやと引き剥がすと、左胸には葵がつけてくれたこの白いマークがついています。模様がうまいこと隠れてるんだけど、ちょっと小さいかも。足のパーツでギリギリ隠せる大きさがこれだったのかもね。ちなみにこれ後ろの方、うわ気持ち悪い。ちゃんと再現してくれた上での、わーすげーな、ここまでやるか。確かにまあこんな風になっていたけど、だいぶ
グロ注意ですね。言っても無理やり自分の体についてるものを引きちぎってるからね。いわゆる断面がしっかり再現されてる。すげえな、ここまでやるか。この付け根のところにも磁石が入ってるんで、それぞれ端が浮くことなくついてる。背中もだいぶ肉体感があって素晴らしいデザイン。うん、すんなりくっつく。さらにすごいのがこのボディアーマーっぽいところがしっかりね、別パーツなんですよ。胴体に完全にくっついてるわけではないから、こうやって上下に稼働します。この辺もなんか実際のスーツっていう感じで、腕周りの稼働も慎重にね、まっすぐ上げるとグッと、あ、ちょっとギチギチ言うけど、水平まで稼働しつつ若干手を離すと戻っていく。腕は上がるんだけど、また気をつけた方が良さそうだなっていうのがこの関節付近ね。稼働はするんだけど、あんまり曲げっぱなしにしない方がいいかも。確実に布が伸縮してるからね。稼働させっぱなしだとなんか布に負担がかかる気がする。で、肩の回転は、よ、あ、どうだろう、これ以上上がんのかな。慎重に慎重に。あ、動く、動くっちゃ動くね。クリック関節というか、まあ、結構固めの段階踏む感じ。稼働させるとやっぱりこの肩周りがどんどんねじれてくる気がするから、ねじれをちょっと修復しながら、ちょっとずつ段階を踏んで、よいしょと、肩は回転することができます。やっぱり普段触ってる感じのフィギュアとだいぶ勝手が違うね。動かしていておっかなびっくりだけど、まあ、そんぐらいの感覚の方がいいわ。どんどこずいずい進んでったら、それはそれで危ないからね。臆病なくらいがちょうどいい。で、さらに付け根と二の腕のあたりにロールの可動なんかもあります。で、トゲトゲしい腕アーマーの方も多少上下にずれますね。肘あたりに布が集まってちょっと上がる。そんな肘の可動が、ぐんぐんと、90度、いや多分ここを引っ張ればもうちょいいける。90度超えはありますね。手首の方、標準でついてる手はパー。ぐるっと回転したり、傾けたりっていう角はまあ多少は取れた。結構接続小さいね。これで腕のパーツを上げればちょっと関節が出る。手首の関節は、あ、クリック可動なんだ。一定方向にクリックで可動があります。で、後ろ姿はもう見たから胴体の可動。胴体もこれあんまり見えないからな。まずのけぞる可動が、ぐっと、これはどうなんだ。胴体アーマーちょっと持ち上げといたけど、お腹んところはそうか、あんまり関係ないんだ。軽く反るくらいが限界かな。じゃあうつむく可動が、ぐっと、うつむきもまああんまりないかな。胴体はこのお腹んところとか背中とか乾燥しそうなポイントが多いからね。胴体可動はあんまり広くない。横方向に傾けたりなんかもできる。まさしく拳を握ってる時じゃないけど、ギチギチ言いがちだけど、少しひねったりもできるっぽいけど、まあ胴体周りはなかなか制限があるね。で、お腹には変身ベルトのサンドライバー。こっちは特に変形ギミックがない方。変形アリバンと比べたら、まあまあこの間のオレンジのところがクリアになってない。メタリックな感じのオレンジ塗装になってるかな。ベルト本体は、よいしょ、外すことができる。裏面見た感じ透け具合が違うのかな。ベルトを外した向こうの方に赤い丸、ここんところも光るはず。横の方にはしっかりベルト帯とそれを巻き込んでるもので、ぐるっと後ろから見るとベルト止め、ここんところを外すことができて、外した先にはしっかり USB Type-C のコネクター。せっかくだからこれ USB つけてみるか。よいしょ、パソコンにつなげたらなんかデータとか入ってないかな。コードつなげてまだ全然明るいけど、よいしょ、電源入れれば光るかな。よいしょ、おお、結構光強いかも。これで顔戻せば、うわぁ、すっげえ。複眼とベルトの真ん中がピカッと光ってる。あー、ベルトの方は若干白飛びしてるね。これでどうだろう。まあまあまあ、なんとなくわかるかな。肉眼で見るとちゃんと真っ赤っかに光ってるんですよ。ちなみにベルトは入れ替えると、変形する方に変えると、どうだ？あ、そんな顔ないかも。いや、ちゃんと開けばね、進化が発揮されるはず。うっすらと向こうの方が光ってるっちゃ光ってる。やっぱりこういう発光ギミックいいな。ちなみにコードを外すと、よいしょ、あーもう速攻で消えた。充電はさすがに難しいかな。目光ってる時、後ろにコードが見えることになる。で、足回り、ももの横のところに結構デカめの装甲。内側の方はスーツっぽい感じ。改めてこのスーツの造形というか、モールドも細かいね。これの影響でだいぶ生物感がある。で、ももの横の装甲に関しては、まあまあ難質。可動はどうなんだろう。足はまっすぐ上がるね。しかも股関節に関してはクリックだ。まあ、ギリギリ水平近くは行くかな。股割りの可動も、あ、ちょっとある。股関節多少のロールがあったり、膝の方は尖った装甲にちょっと柔らかそうなアーマー。膝裏一応隙間空いてるけど見事にスーツ。すねのアーマーは上下に可動。回転もする。そんな膝の可動が、ぐん、あ、
こっちもクリック、クリック可動でグンと、もう一グン、膝は90度を超えた可動がある。走行の上下にだいぶ助けられてるわ。で、足回り、つま先の方には2本の爪、つま先まで抜かりなく生物。そんな足首の可動が上、お、なんか2箇所動いたな。で、下の可動は結構結構広い。ボールジョイントになっていて、隙間のところがなんかスポンジで隠されてる。上下が多分ボールジョイントになってる。関節を隠すための工夫もバッチリ。くるぶしの傾きなんかもしっかりあります。で、つま先は、これはどうだ？動かなそう。さすがにここら辺は外観重視。で、最後に足の裏の方もだいぶフラット。フラットかつ滑り止めっぽいような感じ。はい。というわけで、テレビマスターピース仮面ライダーブラックサンの造形と稼働こんなところなんで、無理しない程度に軽くポーズをつけてみよう。まずはもうとっくに変身してるけどギリギリギリの変身ポーズ。一応ベルトの方も展開状態。そしてテレレレーと変身完了で仁王立ち。せっかくだから複眼光らせたいけど L 字のこの細いやつでもいけるかな。よいしょ、あーいいね、うん、ちゃんと光ってるわ。発光させるときはコードが必須。写真とかだったら全然簡単に消せるからいいんだけどね。で、さらにここでブラックライトを当てたら、ほいっと、あー、まあ明るいと分かんないかも。照明を控えめにするとどうだろう。あー、いいね。明るい中だと分かりづらいけど、しっかりブラックライトに反応しています。いっそこれ複眼周りのライトすら消した方がいいのか。複眼発光なしだと、まあこっちの方がより分かりやすいかな。これも複眼発光とかと同じなんだけど、肉眼で見るとね、ちゃんと光ってるんですよ。カメラにはちょっと捉えづらい。変身完了で構え。この手はその時の構えに結構近いね。多分それ用の手かな。で、変身できたんで戦闘開始ってことでパンチ。サイズがでっかいからこんな近づいても大丈夫。割とピントが合ってくれますね。ほどほどに腰の入ったパンチができてると思う。で、おなじみのハイキックにはなってないかな。もうちょっとやればいけんのかなっていう気もするんだけど、まあ怖いからね。あと自立もちょっと難しいね。だからこそ付属の台座がすごい助かる。ハイキックは難しいけど、これだったらどうだ。ライダーキック、一応ね、まああんまり今見せない方がいいかもしれないけど、冒頭のクリアファイルにどんどんこれ下手ってんな。じわーっと重さのある方に回転してるけど、いただいた資料の中にこのライダーキックのポーズがあったんで、それを参考にした。なんとかお手本に近づいたかな。まあ多分この動画が公開されてる頃に、宣材写真がね載ってると思うんだけど、どっかにしら。そのキックを再現しています。で、お次は自分の体からバッタ足を引きちぎる。足のパーツが軟質だからある程度無理が効きますね。おかげでこうやって引き剥がすシーンも再現できる。で、無事剥がせ、まあ全然無事ではないんだけど、剥がせましたよってことで、まだ伸ばす前で思いっきり振ったら剣のブラックブレードが完成。長さがまたとてもいい感じで、剣をブンと振って攻撃。割とこれ肩が内側に寄ってくれますね。柄の部分がそこそこ長いから両手持ちっぽい感じにもできる。あれだね、よく言えばこれ握り手の方、人差し指が立っていない状態も欲しかったかも。まあちょうどここのところが支えになって倒れにくいってのもあるんだけど、形的に全部曲げた状態も欲しかったかも。そして複眼とベルトを発光させて力を貯めているところ。ボディの状態的にも最終話。本来はこの後でライダーキックを放つ。やっぱり実際光ってるってのはいいね。手のひらに光が当たって、こう縁のところが赤くなるっていうね。これぞリアリティだよな。よっしゃ、お次はシャドウムーンってことで、まずは付属品を確認しよう。説明書の中身軽く見てみるか。ギミックの説明で、ベルトだったり複眼の発光、そして USB 給電、いろんな方向にベルトが展開するし、こっちもブラックライト効くんだ。で、こっちにもついていますキングストーン。信彦が持ってる方のキングストーンが付属。あとは各部破損注意。そしてブリスターの上の方に手首パーツがついています。手首は2、4、5の8種類。手の甲とか指がシルバーになっていて、境目が分かりやすくなってるけど、ブラックさんと形は大体同じかな。で、ブリスターの上のところを外すと、剣型の武器でシャドウブレード、シルバーで溝のところに黒い墨入れ。形状的にはブラックさんのやつと同じ。そしてシャドウムーンにはこれが入っています。サタンサーベル。もともとビルゲニアが使っていたやつ。原点のデザインと比べるとだいぶなんか日本刀っぽくなったね。柄のところには紐が巻かれていて、ナックルガードっぽいものもある。装飾はゴールドでしっかり汚しと層が入ってる。緑の宝石っぽいものがあったり、グリップエンドのところには紫の紐。時代が時代だったらすごいなんか高貴な人が使ってるもんなんだろうな。先端のこのふさふさなんかも細かいね。メタリックレッドの綺麗な刀身。光を当てると波紋が見えるね。切っ先の形状とかだいぶ日本刀。さらに刀を収める鞘もついています。ネイビーで表面にデコボコの芝加工が入ってる。こっちも装飾関係がゴールド。もちろん鞘と剣なんで、この中に刀身を収めることができます。納刀してみた感じ、これ内側のところに多分ちゃんとスポンジがありますね。傷つかない
ように多分中はちゃんと柔らかくなってる。そして入っています信彦のキングストーン。下から光を当てると分かりやすい。結構いろんな色が混じってますね。孝太郎のキングストーンとよっ合わせることができます。磁力そこそこ強いね。ちょっと振ったくらいじゃ離れない。形はあ、ぴったり合うところがあるね。すげえな、キングストーンが合わさったぞ。で、あとは予備の関節だったり台座とアームとクリップが入っています。緑色が入っていてしっかりシャドウムーン用。というわけで付属品は以上なんで、お次は仮面ライダーシャドウムーンを見ていきましょう。シャドウムーンの方があのシルバー装甲で、グリーンのラインだったり体のいろんなところになんかガンメタのバンドっぽいのを巻いていて、装甲の下のスーツっぽいところもグレー、さらにこの襟というかバッタの足のところがもうすごいことになってるっていうところで、ブラックさんと比べると結構情報量が多めになってると思うんだけど、可動箇所とかアーマーとか結構共通してるところが多いんで、可動域とかブラックさんと被ってるところはまあまあ省いていこうと思います。というわけでまずはお顔の方。表面がシルバーだけど、これ周りの反射光も関係あるかな。シルバーなんだけどうっすらと黄色が入ってる気がする。表面はザラザラの脂肪加工、副眼がクリアパーツでブラックサンと同様にネイビー、クラッシャーの方は真っ黒と、まあ、ブラックサンと真逆のカラーリング、そしておでこから鋭い触角が伸びてる。蛇腹状のブラックサンとはまた全然違った形状、どのみち細いパーツだから破損注意。顔にはメタリックグリーンのラインが入っています。ラインの方も若干グラデーションが入っていていいね。で、後ろから見ると結構細かいトゲが多い。で、あとは顔面を引き剥がすことができて、接続用の磁石と多分グリーンに光る LED、 LED のオンオフ、そしてボディ部分、やっぱりこの肩周りがすごくいいね。なかなかダイナミック。そんなダイナミックな襟の方もちょっと失礼して、よいしょ、引き剥がすことができます。シャドウムーンはこの脇のあたりにバンドっぽいのが巻かれてる。外した状態で後ろを向くと、うわー、やっぱりある。断面の肉の部分がしっかり再現されています。シャドウムーンに関してはこのでっかい足を外しても下のところに小さめの足っぽいものがついてる。ここのとんがったところはブラックサンにもないところで、腕周り、肩アーマーだったり二の腕の方にはバンド、装甲がしっかり巻きついていますね。で、肩の可動、腕をまっすぐ上げるとグッと、おっと、なんかブラックさんより可動範囲が広めな気がする。まあ、単純に僕があの時まだ動かし方慣れていないってのもあったけど、ちゃんと水平まで上がるし、ここら辺があの変形というか可動に合わせてずれ込んでくれましたね。腕は横のところにトゲトゲがついていてバンドを巻いている。メタリックグリーンのラインも走ってる。そしてお腹には変身ベルトのムーンドライバー、ツヤツヤの黒光りでつるんと滑らかなデザイン。サンドライバーとは真逆のデザインというか、今更だけどムーンドライバーの方は差し替えなかったね。ついているものが最初からこうパカッと展開します。上のパーツと下のパーツが外側に展開、真ん中のところもパカッと開いて二重ヒンジっぽくなっていて、引っ張ると伸びる、持ち上げてから引っ張るっていう、そういう変形。さすがにど真ん中のボールっぽいところはくるっと回転はしない。こんだけしっかり変形があるだけでだいぶすごいよ。ベルトの形状変化なんかも再現できる。で、ベルト帯でなんか巻き込んでいて、後ろの方、後ろにはこれまた丸っこいベルト止めがついていて、ここのところは外れます。ここに USB を挿すことで、よっと、やっぱりかっこいいね。副眼とベルトの真ん中がグリーンに発光。ちなみにベルトは展開すると、うっすらこれは周りのところも光ってるかな。電源落とすと、よいしょ、あー、まあちゃんと影響受けてるわ。で、腰周りも一切関節が見えない。もものパーツも造形細かいしでっかいね。加えて縦横方向のバンドを巻いてる。で、膝の可動だけど、シャドウムーンに関してはこれがあるからね。黒いバッタの足みたいなものにトゲが刺さっていて、特にこれは稼働しない。これが稼働にどう影響するか。膝の稼働がぐんぐんと、そろそろぶつかりそうだけど、一応これすねのパーツも別なんで、アーマーをくるっと回転してちょっと避ければぐんと90度を超えて稼働してくれます。やっぱりここのアーマーが別パーツってのはでかいね。というわけで、テレビマスターピース仮面ライダーシャドウムーンの造形と稼働、こんなところなんで、いろいろポーズをつけて遊んでいきましょう。やっぱりまずは変身しなきゃねってことで変身ポーズ。ブラックサンとは逆方向の動き。で、一応もこの段階では閉じてるの分かってるけど、まあベルトを開いています。で、静かに変身からの腕を伸ばす。やっぱり肩周りとか腕が結構優秀なんだよね。しっかり内側まで持ってこれて素晴らしい。で、変身完了で構えのポーズ。この2本指曲げてる状態が一番近いかなと思ったけど、ここまではっきり曲げてはないからね。せっかくだからこの状態でね、後ろにコードをつけて、はい、ピカッと発光。照明もちょっと暗めにすればより光が目立つ。発光してるグリーンをこの周りのシルバーが拾ってる感じがまたいいね。で、さらにここでブラックライトをオンしてみたけど、
まああんまりわかんないし、なんだったらシルバーがブラックライトの光を拾うね。一旦複眼の明かりも落としちゃって、これでブラックライトで照らせばまあなんとなくわかるかな。グリーンってあんまり目立たないのかもしんない。一応ここの顔のところだったり、肩アーマーの下だったり、腕が反応している。で、あとベルトもなんとなくわかるね。ベルトをパカッと展開すればここが一番わかりやすいかも。両サイドのところがブラックライトで反応、これに発光プラスしたらホイット。いいね、これすごいわかりやすい。LED とブラックライトでベルトが光っています。で、手をかざして念動力、その場からあんまり動かずに相手を制圧するのかっこいいからね。もちろん肉弾戦もできますってことでパンチ、全力では殴ってない力加減のつもりのポーズで、あとは体の足を引き剥がす。結構でっかいんだけど、こっちもまあ柔らかめであるんで、メキメキメキと剥がしてる様子も作れちゃう。まあそもそも本編ではシャドウムーンに変身した段階でこれないからね。せっかく引き剥がしたからシャドウブレードを装備、この状態もなんやかんやであんまりないかな。あとは剣を肩に担いでみてもいいね。これ人差し指がちょっと気になるな。お次はサタンサーベルを装備。やっぱりこれ持ってるの基本的にビルゲニアだったからな、あんまりこうしっかりシャドウムーンが持ってるってイメージはないけど、まあかっこいいね。納刀状態で持たしてるけど普通に似合うわ。抜刀してサーベルを構えるというか突きつける。まあ一応原点の方でも使ってはいたからね。こっちの野生味あふれる感じもいいけど、このスマートな感じもすごくいいね。で、サタンサーベルをブーンと横振り。この垂れ下がってる紐がまたいいな。あとはシャドウブレード持たせて二刀流にしてもいいね。これはもうフィギュアならでは。じゃあこっからブラックサンタも組み合わせってことで、もう最終決戦、お互いの体のこのバッター足を引っ張り合う。で、お互い使える最後の一本の剣を使ってつばぜり合い。やっぱりこうやってバトルさせられんのいいな。それぞれのポーズを作ったり調整がちょっと難しいけど、だいぶいいわこれ。そして複眼とベルトを発光させて力を貯めてる。技名が分かんないけど必殺技の準備で、はーっと強力な念動力的なものを放出。必殺技中のこの発光が加工なしに再現できんのいいね。これで目の前にグワーッと飛ばされたブラックサンを置いとけばよりそれっぽいかな。で、背景若干はみ出ちゃってるけど、アッパーを食らったシャドウムーン、台座を使ってしっかり空中に浮いています。で、最後はアクリルスタンドが多分12種類、シャープ01、仮面ライダーブラックサン本体と台座。後ろの方にチェーンがついていて、上に穴が開いてるから、まあキーチェーンにもできる。アクスタらしくポンと置いといてもいいし、キーチェーンにして持ち運んでもよし。なるほど、この土台につけっぱなしでアクリルカードとしてもいいんだ。計3つの楽しみ方ができます。ちなみに他のラインナップは、仮面ライダーシャドウムーン、黒殿様バッタ怪人、銀殿様バッタ怪人、よくも青いよ、カマキリ怪人、三葉虫怪人ダロム、翼竜怪人ビシュム、ケンシコ怪人バラオム、オオコウモリ怪人だけど、まあコウモリ怪人、種類シロナガスクジラだったんだ、クジラ怪人、ノミ怪人はノミ怪人、最後にオオイナゴ怪人新創世王。いろんなキャラクターのアクスタも出ます。公式 LINE もよろしくね。はい、というわけで今回はホットトイズさんよりご提供いただきました仮面ライダーブラックサンより、かっこよ、6分の1スケールの可動フィギュア、テレビマスターピース仮面ライダーブラックサンと同じくシャドウムーンの紹介でした。せっかくだから3つのライトボックス使ってみたけど、並べるといいね。これの上に置いてもいいかもね。ホットトイズとしては初めての仮面ライダーフィギュアってことだったんだけど、まあクオリティ高いね。サイズがでっかいのがもちろんだし、この圧倒的本物感、関節が全然見えないシームレスな造形、まあ見えないだけに若干動かすのは怖いっちゃ怖いけど、しっかりいろんなポーズが取れますからね。あとマグネットを使ったパーツの着脱なんかもすごくいい。付け替え簡単だし見栄えがすごくいいからね。で、さらに後ろにコードを刺せばホイッと発光ギミックがある。これもすごくいいね。まあただちょっと惜しいなって思ったのが、コードをつなげっぱなしじゃないといけない。まあ今うまいこと隠してるけど、光らせるときは結構しっかりコードが見えるっていうのが難点かな。まあそれでも光るところにボタン電池を入れてとか、光らせないときは外しておかなきゃとか、そういう煩わしさがないのが結構でっかいね。で、さらにこういう可動フィギュア以外にもライトボックスとかね、僕は特にこのタイトルロゴ版が好きだね。これめっちゃかっこいいわ。こういうライトボックスだったりアクリルスタンドも展開されるんで、気になった方はチェックしてみてください。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。